ウルビーノのヴィーナスは、イタリアの巨匠キツアーノが1538年に描いたフィレンツェのウフィチ美術館に所蔵されている絵画。眠れるヴィーナススリーピングヴィーナスジョルジョーネ1510年、ウルビーノのヴィーナスは、豪奢なルネサンス様式の宮殿を背景に、チョイスカベットに寄りかかる若い女性の絵画で、ローマ神話のヴィーナスを描いた作品とされる。ビーナスのポーズは、 ジョルジョーネの眠れるヴィーナスを模倣したものと言われるが、キィツヤィーノはさらに感能性を追求した作品に仕上げている。古典的、あるいは偶意的表現は見られず、異論の余地なく、感の実に溢れた絵画である。このような率直な表現は、描かれている羅針に無関心である鑑賞者にさえ、ヴィーナスは、挑発的な視線を投げかけていると言われることが多い。 ビーナスの右手は愛を表す花束を持ち、左手は画面中央に陰部を隠しながらも挑発するかのように置かれ、グーイ画では定説を意味する犬はすぐそばで眠って描かれており、その役割を放棄している。この絵画はウルビーンの公爵グイドバルド2世で、ラローベレの依頼によって描かれた。もともとはイタリアで伝統的に結婚の贈り物として用いられる家具で、 あるチェストの装飾だったのかもしれない。背景に描かれているメイドは、ビーナスの衣服を探して、チェストを探っているようにも見える。この絵が、これほどまでに、官能的に描かれているのは、公爵の年若い花嫁となったジュリア・バラの絵の、教育を意図したものではないかという推測もある。1997年にこの絵画が何を意味しているのかを考察した、論文、セックス、スペース、 アンドソーシャルヒストリーイン父チチチアン S ・ス・ビーナス・オブ・アービーナンバーが近代美術史屋のローナ・ゴフィンによって発表された。毒舌家、皮肉屋でも知られる文豪マーク・トウェインは、1880年に旅行期、ヨーロッパ放浪期、エイトランプ・ワブロードで、ウルビーノのヴィーナスのことを全世界に存在する絵画の中で、最も下品で下劣でわいせつな絵画である。 オスマン帝国の奴隷監獄向けにでも描かれた白物であまりにもくだらない絵だったので受け取りを拒絶されたのだろうと書き、さらに皮肉を込めて他のどこに飾るのにも馬鹿げた作品だから美術館に飾られているに違いないとまで書いている。オランピア・オリンピア・マネ1863年、ウルビーノのヴィーナスは後世の画家であるエドゥアール・マネに影響を与え、 オランピアではヴィーナスが売春婦に置き換えられて描かれている文学ではこの作品はサラディュ・ナントの小説「イン・ザ・カンパニー・オブ・ザ・コートゼン」の登場人物である売春婦の原型となったありがとうございます